クオークエクスプレスはクオーク社の販売している DTP ソフトウェアで同社の代表的製品。かつて MacOS9 の時代、マッキントッシュによる DTP のデファクトスタンダードであった。ティムギル及びそのチームによって開発されクオーク社の黄金時代を築いた。クオークといえばこのソフトのことを指し会社名だという認識は薄い。綴りが エクスプレスであるのは、プレスイコール印刷という単語を踏まえているとされる。DTP 業界において圧倒的な支持を得ていたが、MacOS 10への対応が遅れ、2009年の時点で先に完全対応を果たした Adobe インデザインにシェアを奪われている。これは日本だけでなく、クオーク社にとって、自国市場である米国でも同じである。 クオーケ・クスプレスは DTP 例明期において最初に登場したアプリケーションではなく当時の業界ではオールダスペメーカーが先行していた DTP という言葉自体がペメーカーのプロモーションのためにアルダスのポール・ブレーマード社長によって作られた言葉であるため DTP という分野はペメーカーによって築かれたとも言えるクオーケ・クスプレスは ライバルに先んじて、カラー対応を果たしたことなどからデザイナーなどへ指示を広げ、大きなシェアを獲得するに至った。2000年代前半まで、マッキントッシュ DTP といえば、クオークという共通認識があっただけに、日本の出版業界で、マックで組むという言葉は、クオークエクスプレス 3.3J で組むことを意味していた。後継バージョンである 4.1J では、 Windows 版も提供され、マッキントッシュ版とのクロスプラットフォーム互換性が実現されているにもかかわらず、3.3J からの移行があまり進まなかった。これはすでに 3.3J と OCF フォントによるワークフローが確立していることや、4.0J 発売当初の価格が新規購入、バージョンアップともに高額で、3.3J 導入時に多大な投資をした。 出版社、印刷会社で追加投資を嫌われたためと言われる。2009年、米国と日本では、MacOS 10への移行に伴い、Adobe InDesign への乗り換えが進んでいる。先進的な機能を、いち早く提供した、クオーケクスプレスが、オールダス社との合併で、動きが鈍かった Adobe 社のペメーカーを一気に抜き去った、後に、オープンタイプに、いち早く対応するなど、 先進的な機能を提供したインデザインが MacOS 10への対応の遅れたクオー k クスプレスのシェアを奪ったという逆転現象が起きた。軽快な動作と入門者にも分かりやすい直感的な操作性が特徴。標準搭載されていない機能はエクステンションと呼ばれるプラグインによって実現できるという柔軟な拡張性を備える。一方エクステンションの有無によって 同一バージョン間での互換性に問題が生じる場合もある。2004年に発表されたバージョン6.0で MacOS 10にネイティブ対応した。レイヤーやテーブル機能の搭載、複数回のアンドゥリドゥやコンテキストメニューの強化のほか、プロジェクトという新しい概念を導入し、書籍とウェブを同時制作するなどの作業が簡略化された。 しかし、いずれもインデザインに搭載されている機能の後追いであった上、28万円強という高価格もあり、普及したとは言い難い。バージョンは9.0から、Mac 版はユニバーサルアプリケーションとなり、Mac Pro など、インテル製 CPU を搭載した機種でもネイティブ動作、する。日本語版は 9.0J が最新。6.5J から、 オープンタイプフォントのダイナミックダウンロードなどに対応した。日本語版5.0は予告されたものの実際にはリリースされなかったがバージョン6で対応したことになる。バージョン9からは Kindle をはじめとした電子書籍の出力機能が強化された。日本語版は早期のバージョンから軽快な動作と直感的な操作性、先割りレイアウト対応。 などの点で高く評価されていた。一方で、日本語独特の組版ルールには、標準搭載の機能では対応できない、などの点で、著しい問題があった。例えば、ぶら下げやルビが、ボックスよりはみ出ない、中黒を焼くものとして処理しない、時間の調整が、きちんと制御できないなど、特に縦書きには不向きで、当時の雑誌などでは、縦書きのものは避けられる傾向にまでなっていた。 しかしそういった古くからの問題は過去のバージョンとの互換性を理由に改善されることはなかった。表組機能を実装していなかった当時、表組が品質するレイアウトではベッドエクステンションの購入が必須で、日本語版はアプリケーション自体がかなり高価でもあったため TCO はかなり高かった。日本語版 6.0J から MacOS 10に対応した。 表組機能が追加され、後に価格も大幅に下げられた。縦組み用ベースライングリッドを搭載し、多少縦書きが楽になるものの、またも日本語組版の問題が改善されることはなかった。新たにオープンタイプに対応したが、完全対応とはいかず、ダイナミックダウンロードと自体切り替えに非対応、ただ表示できるだけ、プリントもできないという状況だった。 ただダイナミックダウンロードに関しては、後の無償バージョンアップで対応するとアナウンスされていた。オープンタイプに対応した 6.0J が出てから、ダイナミックダウンロードに対応した 6.5J が出る前には、クオーケックスプレスのために、フォントメーカー側が出力機を、オープンタイプフォントを開発するなど、本末転倒な事態になり、大いに混乱を呼んだ。日本語版 8.0J より、 ようやく、日本語版の大幅な改善がなされた。デザイングリッド、文字組みセットなどにより、日本語組版がかなり楽になったが、日本語組版を含む、全体的なテキスト成形能力に関しては、まだまだインデザインの機能には追いついていない。3.3と4.1の、ドングル、日本語や中国語などの、いわゆる2バイト言語向けのエディションでは、不正使用を阻止するため、 ハードウェアキーと呼ばれる装置がソフトウェアパッケージに同梱されていた。この装置はドングルとも呼ばれ、これがコンピュータにつながっていない状態では、クオーケックスプレスは起動しない上に、動作中に抜けた場合も警告を表示した後に自動的に終了する設定になっている。以前は ADB ポートを利用したデジチェーンの可能なドングルだったが、後に USB 接続に移行した。 当初は、ハードウェアキー仕様ではなかったのが、ソフトウェアの違法コピーにたまりかねて、機械的な認証に移行したところ売上が5倍に増えたと言われ、カジュアルコピーの撲滅を叫ぶ主張を裏付ける資料となっている。ただしこれは機能改善と同時であるため、単純にその差分を違法コピー数であるとみなすことは、できないかもしれない。6.0以降では、 故障が多く正規ユーザーが利用できなくなることがあるなど、不評であった。この方式は廃止され、プロダクトアクティベーションと呼ばれるライセンス、認証形式に変更された。ありがとうございます。